厚かし山貿類は、福島県立郡国見町にある、平安時代末期の貿類跡である。二重の堀と三重の土類で形成されていることから、厚かし山二重、堀とも言われる。1189年の厚かし山の戦いの主戦場であり、国の史跡に指定されている。この貿類は、宮城県との県境に接し、福島盆地の北端に位置する標高289メートルの、 厚かし山の南麓から約4キロメートル南下した阿武熊川に近い地点までの田園地帯に所在する。この一帯には、今日も厚かし山、大木戸、国見のほか、堤下、中島、東矢崎、段の越、上二重、堀、下二重、堀、石田、元木など、軍事施設のあったこと、あるいは軍事拠点であったことを忍ばせる地名が南北に連なる。 1189年の厚賀しさんの戦いの際に、厚賀し山一帯に立てこもる欧州藤原市の防御施設として使用された。厚賀し山中腹から阿武熊川まで約4キロメートルの距離であったと推定され、源頼朝の軍勢が欧州へ攻め入ることを想定して事前に欧州藤原市が築いていたと思われる。この一帯は、現在も東北本線、国道4号、 東北自動車道が並行して通っていることから、わかるように北上するには必ず通らなければならない交通の要衝であり、また、欧州藤原市の老頭、佐藤元春の本拠地でもあることから、南からの攻撃に対しての平泉守備の最前線基地として、欧州藤原市が重要視していた場所であったと考えられる。なお、あずまには、 口語上堀と記載されており、畑山茂忠によって埋められたという。防類は、東北本線、東北新幹線、国道4号、東北自動車道などに分断され、さらに工作や、用水路などによって地形が相当に改変されてはいる。ものの、水田系藩、二十歳、果樹などに断続的に土類上の地形の高まりや、段差を残し、特に大木古畜と、 大江田地区では二重の堀跡と三重の土塁がはっきりとわかる意向が現存している。1971年、東北自動車道建設に伴う事前の発掘調査が福島県教育委員会によって行われた。自動車道建設予定地の範囲を調査した結果、厚ヶ島山の南傾斜面中腹で二重の堀を2メートル前後に掘り、その背度を約1メートル程度に積み上げた。 三重の土塁跡を検出した。また、西堀の西壁と東堀の東壁との掘り込み部の幅は15メートルに及び、東土塁には自然石器で根固めをしていることも確認された。1978年、この地区一帯に補助整備事業の計画が提示され、その計画が特に南半部の地形を大幅に改変することになってしまうため、翌1979年、 福島県教育委員会は緊急発掘調査を実施した。発掘箇所は主として補助整備実施地区であるが、旧地点のトレンチ調査の結果は一部に一重堀の存在しか検出されなかった地点もあるが、他は二重堀が検出され、二重堀の幅も15メートルであり、堀の深さは浅い箇所でも1.5メートル、深い箇所では2.8メートルに及び、 堀としてはいずれも深く断面が V 字状をなす、いわゆる野源堀であることも1971年の調査同様確かめられた。2度にわたる発掘調査及び地表観察から地下で確認された堀や土塁と地上で観察可能な堀や土塁とは全てが一様ではないとしても、いずれも攻撃に備えた堀類としての一連の構築物であることは明白であり、 堀の創場及び遺跡周辺の地名や地形から判断しても、この遺跡が藤原康平のボール跡であることはほぼ間違いないものと考えられる。また、二重堀の堀幅の15メートルは口五帖堀の五条におおむね一致しており、これは文献資料の記載の正確さが、広告資料の精査によって裏付けられた事例と言える。以上の調査成果を踏まえ、 1981年3月14日、厚賀市山頂上から、補助整備所が位置を中心に、国の史跡に指定され、この後、可能な限り必要な範囲を段階的に、史跡指定して、遺跡の保存と活用を図ることとした。ありがとうございます。